日本大阪府大阪市西区あわざあわざは、大阪府大阪市西区の地域名。または町名。現行行政地名は、あわざ1丁目及び、あわざ2丁目。大阪市西区東部、下線上のおおむね中央に位置する。東を、西横堀川、西を百軒堀川、南を、立ち売り堀川、北を、阿波堀川、北西を、薩摩堀川と、 かつて流れていた堀川で囲まれた島のうち、立ち売り堀川北岸と薩摩堀川以南を除く部分を指し、現在も繁昇地名として使われている。現在これらの堀川はすべて埋め立てられており、中央大通移北は西本町に、かつての淡座三番町の筋から、西は立ち売り堀に含まれている。現行行政地名は1978年実施で、北で、 西本町、北東の道路上の一点で、中央区船場中央、東で、中央区九太郎町、南東で、北九宝寺町、南から西にかけて立ち売り堀と接する。西本町三丁目に大阪メトロ、淡沢駅があるが、中央線のホームは、かつての薩摩堀に所在し、千日前線のホームは一部うつぼに、かかっており、本来の淡沢からは西へ離れている。なお、 千日前線ホーム上のうつぽ本町3交差点には、かつて大阪市電の茂財門京伝亭があった。一つは、阿波国の商人たちが居住したとする説で、古くは海上交易における拠点とされ、四国や中国地方から特産物が多く流れ込んだ。もう一つは、阿波や西村太郎助の所領であったとする説で、現在の本町2うつぽ本町1交差点付近に、 太郎女橋という橋が、阿波堀川にかかっていた。江戸時代の町名は、権江門町、奈良屋町、阿波町、奥美町、神田町、伊達町、箱屋町、豊島町、釘屋,屋町、三江門町、佐抜屋町、帯比屋町、日向町、小金町、阿波橋町、阿波座鉄町、中橋町、船坂町の十八町で、薩摩堀川伊勢にも、 阿波堀町という町があった。1872年に阿波堀通り一から五丁目、阿波座裏町、阿波座上通、阿波座中通り、阿波座下通、阿波座一番町、阿波座二番町、阿波座三番町、阿波座四番町に改編。1924年に阿波座裏町が奥美町に改称。1960年に阿波堀通、阿波座北通、阿波座上通 阿波座中通り、阿波座南通に改変され、阿波座三番町の筋から西が立ち売り堀上通に含まれるようになり、1977年には中央大通以北が西本町に含まれるようになった。1978年に阿波座の現行行政地名を実施。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域もしくは隣接する校区の小学校、中学校から選択することも可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市西区の町邸、あざ一覧。人口統計ラボ。2019年10月20日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、あわざの郵便番号。日本郵便。 2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。通学区域一覧。大阪市。 2019年10月22日閲覧。平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。